はい、えー、二千二十一年向け、えー、弁理士エルゼミ生。登記制の講義のご案内でございます。えー、レックス専任講師弁理士の安西でございます。えー、今ね、あの、レベルアップゼミという、あの、私のゼミの直前に。取、えー、らせていただいております。ちょっと目の前にも何人か受講生が、あの、いらっしゃるんですけどね。はい。あの、宮口先生も。お。 別途プロモを取っていらっしゃって、まあ配信されていると思うんですが、一部重複するかもしれませんけれども、私の方からもご案内させていただきます。2021年合格目標の弁理士エルゼミ登記制の講義のお話ですね、講座のお話ですね。はい。で、エルゼミという講座名をご存知かなとは思うんですけども、実はこれまではですね。 エルゼミスペシャルという宮口先生と私が担当している講座それが例年は8月から3月までやっているんですね。でそれと別でノーマルのエルゼミといいますかあの秋生秋秋秋生ということで他の先生方がされているノーマルのエルゼミという日本立てで 毎年やってるんですが今年はコロナウイルスの影響で試験自体が延期になったということでです、ね、その我々のエルゼミスペシャルもその秋の方のエルゼミに組み込まれたという形になります。でそののの結果このパンフレットのね えー、ラインナップにある通り他の先生方と同じ、えー、まあちょっと名前は残ってますけどねスペシャルクラスってことで残ってますけども、えー、同じようなスケジュールで進んでいくという年になりましたはい、えー、それでですねうんと実際まあ先にスケジュールからお話をさせていただこうと思います、えー、このパンフレットの９ページにねこんな感じで各先生方の授業の スケジュール通学スケジュールが載っておりますで一番下に宮内先生と私のスペシャルクラスのスケジュールが載っているということですねでいつも我々がしているのと同じように月曜日の授業ですすべ、はい、て月曜日12月7日から5月の10日まで月曜日の夜することになります。はい でスペシャルでも例年のスペシャルもそうなんですけど欠席ウェブフォローしますのでもし平日の夜だから来れないとかいう方がいらっしゃってもそのウェブフォローで視聴できますのでそこはご心配なくということをおお伝えしておきます、はいえっとまあ、具体的な内容の話にいきたいと思うんですが6ページですかね。はい えっと6ページにクラス紹介ということでまず宮口先生のメッセージがあってその下に私のメッセージが載っております。で上のこの宮口先生の方のメッセージはおそらく宮口先生が別途、まあ、多分皆さんウェブで見てるんで多分隣に YouTube の,あのポチッとするところが載ってると思うんですけどね。 はい、そこは宮城選手にお任せするとして私はこの下の方の私の方のお話をします、えー、こういうふうに書かせていただきまして「我流脱却正しい答案の書き方を基本,的基本から徹底的に指導します」というふうに書かせていただきましたこれはスペシャルの時代から私のポリシー変わっておりませんでこの我流脱却というところなんですけれどもこのパンフのですね 1>, 1ページですか合格者のお声というところ1ページのちょうどこの辺ですかねはい宮口クラスの写真の下にありますけどもちょうどここにね受験生書いてくれますね合格者ですね「我流脱却」と「論文の方が身につき安定して合格点を取れるようになりました」ということでイニシャルで NO さんとありますねあのまあこのイニシャルでどうなったか私は分かるんですけどもあの まあちょうどこのコメントも頂い,いていてそういう意味では私の,この指導方針にぴったりかなと思って今ご紹介させてもらいました、はいまあ、まずちょっと読んでみましょうかねまだ読んでいらっしゃらない方もいらっしゃると思いますので、はいえー、指導スタイルというところあります、えー、合格するためにまずは書き方を変えましょうこれはちょうどあの今ねレベルアップの,あの授業前でも ありますすけどもも、えー、入門生にもお,お話ししていることです、えー、論文試験につまずく方の多くは読みにくい丈夫に沿ってない何が言いたいのかわからないという文章を書きがちですとそして得点になる部分を書かず得点にならない部分を多く書きがちですと、はい、でこれでは点数が伸びないのは当然。 でこのゼミを通してまず書き方が悪いから結果につながらないということを認識していただいてそして合格するためには書き方を変えた方が早いということに気づいていただきたいなと思っています、はい、で、あの,、まあ他の先生もおっしゃってると思うんですけどあの試験ですからねどこに配点があってこう書いてくれば点数がつくっていうのはもう決まってるんですよ。 でそれを逆算していくと、こういう問題が出た、こういう設問が出た、そういうときはこう書くとか、あと限られた時間、限られた答案の枠ですから、闇雲に返したら終わらないわけですよ。答案はみ出しちゃうとか、とすると、もうこう来たときこう書くっていうもうベストな書き方っていうのはほぼ固まってくるんですよね。ほぼまあ唯一とは言わないですけど、かなり絞られてくるわけです。でそれを身につけて勉強していった方が 早いってことになるわけですよ,でよくあの我流、まあ、皆さん自分の答案をベースに添削とか指摘をしてもらってでいい答案にしていきたいっていうふうなお声はいただくんですけども、えっと、皆さんの今の答案をパッと私が添削するとですね指摘をする事項があまりにも多すぎるだとかですね抜本的に変えてもらった方が早いとかね。 で指摘をするにも指摘しきれないっていうのがあのよくあるんですね。でそうするとその答案を皆さん返されて見て復習をしようと思ってもお、まあ、その時点でうわっ,って感じがしますよね。なのでそうすると、まあ、書き方をガラッと変えていただいた方が結局早いというふうに私は思っていいます、はいまあ、その添削スタイルは後ほどもう少し話し話たいと思います。 で続きいくと下のところかな、はい、じゃこのゼミの、まあ、オリジナルな部分っていうんですかねあの私もいろいろレジュメを用意しておりますでこれは論文入門生向けのレベルアップゼミでも同じなんです、えー、学習に有効なオリジナルレジュメを提供し皆さんの学習時間を軽減させますと、はい、毎回の講義で配布する手書きの答案構成例、えー、完結答案例復習の手引きこれ毎回渡します あと前回を通じて前回ってすべての最後までね最初から最後まで通してこの論文用の判例私の方でまとめてますあと皆さんが分からないと陥りやすい意証法の時系列の問題とかね侵害系の考え方っていうのをまとめた解放マスターというレジュメをお渡ししますはいあの言っときますけどこの解放マスター最強ですからね 多分あのレックの中でもベストな多分これを超えるレジュメはないと思いますそういったものを紹介をお渡ししていくわけですけども、まあ、どういったものですかっていうのを、ね、実態をお見せした方がいいかなと思って持ってきたんですけどこれ去年の「エルゼミの第1回」の当番構成です、はい、で私いつもこうやって手書きでお渡ししてるんです はい、でこういうふうに、えーとまあ、全体を見せるとこんな感じね、はい、こんな感じですで、えー、皆さんがまあ実際問題解くときのように左側に手書きで私も、ね、自分で解く時みたいに、えー、時系列を書きますこの辺から答案構成が始まっていくというところですね、はいまあ、この色がついたりするのは解説で使ったので色がついてるわけですけどね。 でこれがまあ大体1枚から2枚ですかね、はい、この時もまあ2枚目の左上ぐらいまで行きました、はい、でこの答案構成で私何が言いたいのかというとあのパッと見ていただくとね、まあ、見出しをつけるっていうのは宮口クラスの授業を受けられた方はあのご存知だと思います、まあ、それに従ってますあとこのポツ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 って書いてますよね でこれはですね要点をまとめてるんですよ要点をで画流の答案って先ほどから言ってますけど皆さんご自身の答案どういう答案かまだ私見てないですけども文章チックでガーって書いていく人がいらっしゃるんですでそれは先ほど言った通り点数になるとこならないとこのメリハリがついてないと思ってます思いついたことを書いてるっていう人が多いと思いますでそうじゃなくて答案構成の段階で要点をまとめると いうのが必要でなんで過剰書きにしてるかというと人はですね大体過剰書きで書いてくださいっていうの要点を無意識にまとめるんですよ。書書書きでいいいいいててててくくださいっっガーって書いていく人いないと思うんですなので無意識のうちでもいいんでとにかく過剰書きで要点をまとめてで出来上がった答案構成をあとはもう文章としてつないでいくだけです。はいまあ、それを まあ、永遠とやってるわけですね、こういうふうにね。はい、で、これが答案構成ですね、こんな感じでね、はい。で、答案例っていうふうにお伝えしましたけど、これもその今お見せした第1回の答案構成、私がもう前回自分の答案を作ります、全部自分の答案、えー、作ります。はい、で、まあ、中身はいいです、あの問題も皆さん見てらっしゃらないでね。で、私の場合は、えっと、1行35字です。で縦20行ですはいで 縦20行というのは答案用紙は縦20行ですからそれに合わせてます。で横1行35字にしたのは私のこれまでの経験で特実は1問2.5ページ意証書表は3.5ページぐらい書きましょうっていうことを念頭に置いて書くと大体1行35ぐらいで えー、合格答案を余裕で超えるような内容でバシッと収まってきますで35字は結構皆さん実際書いてみると字が小さくなると思うんでまあ32から32前後が多いかなと思いますで逆に25字とかだと大きいかなと思いますねで意証書表だと多分あの4ページに収まらないですで4ページに収まらないのとうんと。 まあ4ページに収めても一の文字数が少なないいんんでですすごく薄い内容になっちゃうんですよねその内容も含めてえあと限られた時間っていうのも含めてえ勘案するとどの過去も,もう大体32から35字でえ書くと2.5ページ3.5ページでピタッとしかも合格点を余裕で超えるようなボーダーを余裕で超えるような点数が取れるように収まると。 というふうふに思ってますで、えーっとまあ、具体的なところは実際の授業でやってきますけどね例え,ば、まあ、例えばこれねあの新規性のお話なんですこれ例えば「X 前にロアコーチへないため新規性を有する」って書いてますよねさらっと書いてますけど新規性の時は私毎回この書き方なんですよで気をつけてほしいのはもう多分ねこの辺から間違う方いるんですけど新規性なんでここ前でいいんですよ 出願前だって29条に特許出願前って書いてますよねで今回出願がこれ X っていう出願だったんですけどその X 前って書けば十分なんです、はい、とかねかこれをなんか「G とか「歳」とか、ね「ひまえ」とは書く人いると思うんですけどあの口述試験とかで「ひまえ」っつったら「もう一度お願いします」って言われますからね、はい、でこういうまあ今新規性のすごくシンプルな例を挙げましたけど 新規性だったら公格進歩性だったら公格分割だったら公格審査実験だったら公格で全部決まってるんですよ一行一行。でそれをコツコツ身につけてってくれればもう先ほど最初に言ったこういう説問の時はこう書けばいいとでそれで十分な点数がつくとでそれ以外はいらないと点数にならないと書いても無駄なんですよ。っていうふうなのを、まあ、来年の5月終わりぐらいには身につけてってほしいなと。 思っております、はいえー、そしてこれか、はい、これもいつもやってますねはい、えー、論文用の判例、えー、去年使ったのは55ということで55判例載せてますけど今年はちょっと整理してですね48にしようと思ってますそれで内容はもうあの例えばリパーゼ事件とか、ね、ありますけども まあ、リパーゼ事件でよく見る文言が載ってると思うんですが、まあ、とにかく論文試験はこれを一言一句間違えずに書けるようにして臨んでくださいということですだ論文用に、えーまあ、必ずこれを書き、まあ、逆に言うとこれ以上はいらないよということで一生懸命これを身につけてくださいということで、えー、お渡ししていますもちろん授業中にこれを説明、えー、していきます、ね そして。もう一つはこれ。衣装法の。開放マスターのお話し,しました。実はこれ三部構成でして。一つはね、この時系列三点セットっていう出願系ですね。出願系の。<laughs> 失えっ、ー、と、出願系の解放マスター。あとね、無権限者侵害系っていうのはあります。で、洗顔衣装権者侵害系っていうのはあります。はい、この三部作です。 でそうすると「抗うがん一生懸命侵害系ってないんですか?」って言われるんですけど、えー、と結論から言うと,、えー、と途中までで作ったんあのどの解放マスターも全部一般化して作ってるんですよ私。そうするとあの抗がん一生懸命侵害系の場合はね「無効う理由を有する場合有さない場合」とかって,って場合分けがこうとてつもない数になるんで逆に皆さんを混乱させるんじゃないかと思って作ってないです。 え、ただ無権限者と洗顔証券者侵害系二つ分かれば。え、そういうのは合わせ技でいけるので、え、まあ十分かなと思ってます。で、この、時系列の方からいきますとね。え。まあ、その一ということで、まあ、例えば全体衣装帯全体衣装の、まあ、こういう戦いがあったりするわけですよ。甲さんが洗顔、おつさんが睾丸。 でおつさんの出願後に公さんのほうが公報発行されるとかね当然意思法ですから公報が発行されるってことは公さんはその前に登録を受けてるってことになりますね。でこういう時系列の時に3条と3条の29条はどういうふうに考えていくのかっていうのを一般化して書いてます。二つ目のパターンこういう時系列もあるでしょうね洗願がされて先に登録されてう報が発行されたでその後におとさんがも願したしいう場合 そうするとこれ上と下で変わってくるんです考え方が。はい。この場合の三条,3条の、三条に九条どう考えるのか一般仮説全部書いてます。でもう一つ意外に慣れてないと引っかかるんですけど、こうさんは出願してないんだけど販売とかでコーチにしました。その後おっさんが出願しました。その場合の三条,3条の、三条に九条どうですかって話。はい。でこれは全体対全体ね全体小対全体小です。当然 もっといろんなパターンがありますその2の1の1とかってすげえ嫌な枝番ついてますけどね全体衣装対部分衣装洗顔が全体衣装後眼が部分衣装の場合、ね、さっき言った通りこういう,うに三角形挟まれるようなパターン、えー、先に候補が出てるパターンで他に販売しているパターンこの3つについて、えー、3乗3乗に9乗それぞれどういうふうに考えていくのかこの辺まで来ると見たくないでしょもう <laughs> ね複雑すぎて。 で2の 1, 1っつってんのはもあるんですよ全体対部分なんだけど左側とちょっと違う考え方をするのがあるんですはい次のページ何だ、はい、あれまだ全体と部分があるぞ2の2っていうまた違うパターンがあるんですね、はい、でここまでで全体対部分を終いて今度その3に行くと全体対部品の場合 次のページひっくり返ってこんな部分線顔が部分症で口眼が全体ねこれも4の1と4の2っていう二2つパターンがあるんですで出ました王様部分対部分これね入門のね当連編だったかないきなり入門生に溶かせるっていうカリキュラムになってるんですけど私これ入門生に一回溶かせるのはひどいと思いますかなりきついと思いますこれは。 で部分対部分も実は5の1と5の2っいうパターンが2つあるんですまあそういうふうに全今度は部分,対あ全体部分対部品とかねあの最後まで部分対部分まで全部やりますけども、えーまあ、これをやってもらうとあのどんな過去問でも解けますし過去問問ない問題も解けますで全部この類比判断っていうのは衣装審査基準に書いてあるんですけど あの衣装審査基準読んでも多分,分かんないいと思います、はいあのー、審査基準自体が実務者向けに書いてあるっていうものであるしあとは衣装審査基準はねだから多分皆さんが生で読んでも多分分からないと思うこういうふうに絵を使ってやってます。でこんだけパターンがあるんですがここに書いてるんですけど。 数年前に分かったんですけど結局そのこの3つの例えば衣装は物品対×形態ね、まあ、最近はけ形状等って言葉に変わりましたけどねあと部用機械打破っていうえ物品用途機能形態位置大きさ範囲ってやつあと頂上的工事っていう考え方この3本柱の組み合わせなんです全部。なので、えー、あと一定のルールがあるんですよ。 そのルールが分かると別にこの全パターンを暗記しなくてもそれにのっとってくれれば答えが自然と出るようになってます私も別にこれ全部覚えてないなです。結果的に覚えちゃってますけど覚えようとして覚えたというよりはそ,の法則に気づいてそれに乗っっっかてってやっていくだけですね。まあ、それがこの無権限ね、えー、無権限という、まあ、権利化後ですね権利化後洗顔もそうですけど。 そういったところまでケアしていきますよというお話でございます。はい。まあ、レジュメのご紹介はこんな感じ。はい。えっ、ー、と、それで、えっ、ー、と、まあ、添削スタイルというところで、ちょっとここは先生と私でやり方が違います。えっ、ー、と、宮口先生は上に書いてらっしゃるんですが、まあ、その場で、 答案、答練やってその場で添削提出してまで添削するということらしいんですが、えっと、私の方はそうはしません。えっと、一度ですね、まあ、あの授業の7時、夜の7時に始まりますよね、で最初は答練やります、でそれはその場で出しません。で、授業を聞いてそのまま持って帰ってもらいます。で、復習をした上えで復習した答案を書いて、それを出してもらいます。 なので復習用の答案も渡しますので、えー、ちゃんと復習をして先ほど言った画流じゃなくてこう書いて、えー、こういう,うこういう問題だったらこう解けばいいんだ書けばいいんだっていうのを分かった上で意識をした上で書いてから出してください。はい。でもちろんあの私の答案も渡すんで別に一言一句コヒペじゃなくていいです。あのそ,そこまでする必要はないです。ただその全然骨格が違うとかあの。 まあさっき画流でね、全然私の答案無視してとかっていうんだと、ちょっと私のこの授業のスタイルと合わない、それに沿ってないという答案に判断しますんで、そこはきちんと復習をして、意識をして書いていって、書いてもらって、次の週まで出すというふうにやってもらいたいと思います。そそうですすねあまあそれはここに書いてますはいで最後あの このどの先生もそうなんですけど、特実は2問用意しています,問用意しますただ、先ほどレジュメがお見せしましたように、問題以外にもやることをたくさん用意しています、で宮部先生もおそらくそうだと思います、したがって、2問用意するんですけども、実際に答練で解いてもらう、解説をするというのは、1問にする回がございます。 でそれはその回によって、まあ、先生なり私が決めるので、えー、そこだけちょっと思います、はいまあ、その場合余った方というのはやらなかった方っていうのはあの自習用の問題として、えーまあ、皆さんご自宅で学習をしていただければいいと思います。もちろんあの分かんないところがあればあいつでも質問は受けますので、えーまあ、そういった問題として扱ってもらえればいいかなと思います。 はい、ということで、あ結構しゃべりましたね、長くて20分ぐらいって言われたんですけど、結構しゃべりましたね、はいえー、っとお申し込みの方法とかは、おそらくこの動画を見ていらっしゃるページのどこかに書いてあると思います、えーまあ、分からないところがあったらコールセンターなり、窓口の方にご質問をお願いいたします。ということで、エ、え、ル、ーはい、ゼミのご案内でございました。 毎年やっております毎年たくさん合格者を出しておる「エルズミスペシャル」でございますので皆さんどうぞご検討のほどよろしくお願いします。